アルムクイストシェルは、ケネスアルムクイストが最初の版を SVR 4用に書いたユニックスシェルである。現在は高速かつ小型でパズイックスによるビン、種への要求を満たすボーンシェルの代替としてよく広まっている。もともとはアルムクイストが行エディタやコマンド履歴といった機能は端末ドライバで実現すべきと考えていたため、そういった 入力機能を持っていなかったが、現在は EMAX モードと6モードを持った入力機能を備えている。BSD をはじめ多くのシステムで BIN、種として使われている。Linux Distribution では BIN、種がバッシュであることも多いが、組み込み Linux では軽さのため a ッ s h がよく使われている。また、d e b i a n では a ッ s h を元にした d e b i a n アルムクイストシェルが使われている。 ソースコードは現状では共通で唯一のアップストリームのようなものはなく各プロジェクトでのフォーク版が各プロジェクトのリポジトリで管理されている。スラックウェアのアッシュパッケージ情報には以下の記述がある。ありがとうございます。